日本語コンテペイ日本語コンテペイ子供も言ってます日本語コンテペイの時間です皆さん今年どうですか今日は新しいマックブックエアを買ったぞについてはい皆さんこんばんは日本語コンテペイの時間ですね何か 違いに気がつきましたか、まあ絶対に <laughs> 違いはないと思いますがまあ絶対とは言えないかなまあとにかくこのポッドキャストは僕の新しい MacBook Air で撮ってますね新しい MacBook Air を買いましたそして今セッティングが終わってえー、これで新しいポッドキャストを 撮ってま,すまあ日本語コンテペとか、まあ、あのイントロも何も変わってないしマイクも同じだし多分ほとんど同じですねでもあのちょっと画面がね綺麗になりましたねまあ僕が前使っていた MacBook Air は2015年モデルね僕の子供と同じ2015年モデルだったのでまあ僕の子供と同じもう5歳になりましたね でまあ、子供は5歳だとまだまだ若いですけどいわゆるコンピューターコンピューターは5歳だともうおじいちゃんおばあちゃんまあまあ元気なおじいちゃんや元気なおばあちゃんもいるんですけど僕の MacBook Air はまあちょっと遅いかなというおじいちゃんまあ本当はねもっともっと長く使いたいんですけどまあしょうがないですよね コンピューターというのはちょっとまあ5年も使うとしかも毎日使うとしかもたくさん使うとね僕は毎日たくさん5年間使いましたからポッドキャストだけでも何何個撮ったの多分1 0 0 0そうですね本当に千エピソードぐらい。 このポッドキャスト1000エピソードドこのポッドキャストともう一個のポッドキャストあとのりこさんとのポッドキャストねエピソードで言うと1000以上作ったんですよあの MacBook Air でそして今日この新しい MacBook Air で1つ目のポッドキャストねこれがこのポッドキャストですねこれからこの MacBook Air でまあ 多分 1000, とかまた1000個ぐらい作るんですよね1000個ぐらいいや多分もっと作るかなもっと作ると思いますねそうするとまた新しいポッドキャストがあポッドキャストで、ね、新しい MacBook Air が必要になるでどうして MacBook Air を買ったのかまあまずどうして Mac を買うのかまあこれはね僕はただの慣れです、ね、慣れてるから えもし PC ねなんか Windows の PC に慣れてたらそっちを買った方がいいと思うしやっぱりね慣れたものというのはねまあ特にだと思いますよだからわざわざ買えなくてもいいですね Mac, が Mac に慣れてる人は Mac を買えばいいと思うし Windows に慣れてる人は Windows ねいろいろなあの僕 iPhone 使ってる理由も慣れてるだけ。 だし僕はニューバランスのスニーカーを履くのも慣れてるだけだしまあそうですねあと慣れてるカンゴールのハットとかね、えー、芋焼酎とかウイスキーとか、まあ、それまあそれもそうですよ慣れてるから飲んでいるまあ慣れたものが好きですねなのでまあ,あ MacBookAirMac をねまた買ったんですけどじゃあどうして MacBookAir なの どうして Pro じゃないのこれはねまあ必要があるか必要がないかだけですね。MacBookPro が必要なほどまあ大きい仕事まあをパソコンで僕はしない例えばプログラミングとか例えば動画編集。ね、僕は YouTuber じゃないから動画を作ってねその動画 を編集したりすすることはないですねポッドキャストだけ。なんでそんなにね大きいメモリは必要じゃないゲームももちろんしないしねそういう PC ゲームみたいなものをする人はもっとパワフルな、ね、強い強力なパワフルな、えー、PC が必要ですね。で僕はそういうゲームをしないですから特に問題がない。 まあそうですねまああとはその基本的にねその僕はオーバースペックみたいなのがあまり好きじゃなくてまあ十分足りているねもう十分これでこれぐらいで十分でしょっていうものがまあいいと思ってるんですね。例えば まあ、例えば大きすぎる家とかねまあ自分例えば僕が1人だったらそうですね本当にワンルームまあ多くても2部屋ぐらいあれば十分でまあ寝室とまああと仕事をする部屋と2つあれば十分ですねまあ寝室ベッドルームで仕事をしてもいいですけど まあベッドの上は嫌ですけどねあの。デスクが置ければ十分です。一部屋でもまあホテルみたいな部屋で十分ですね。あとは家族がいてもそんなに大きい家は必要じゃないですね。まあ子供の部屋とまあ僕と奥さんのベッドルームあとはまあリビング。 リビングみたいな場所まあダイニングリビングまあそれで十分かな今の家がそんな感じですねえー、車もそんなに大きい車とかは必要じゃないしまあ今は車が必要じゃない東京に住んでるから車が必要じゃないので車も持ってないです服の数もそんなに必要じゃない 哀悼期のレッスンを取ってくれている生徒さんならわかるように僕はほとんどいつも同じジャケットまあ洗ってますよね洗ってるけどほとんど同じような服を着てますよねいつも同じメガネをかけてまあ帽子もいつも同じものをかぶってますよねもちろん帽子は洗ってますからね <laughs> これ大事ですよあの僕は服をいつも同じ服を着ていてても洗ってますからね きれいですからねこれは大事ですよ臭くないですからねあのそれが大事そうなんですよだからどちらかというとたくさんものは必要ないんですけどそれを大事に使うね、えー、それが大事なのでまあ MacBook Air 僕は十分です、ね、十分このスペックで十分ですそしてこれを長く使いたいと思っている、うん、でもねあのー まあ、昨日から使ってるんですね届いたのはおとといなんですけどおとといはちょっと何もできなかったのでまあ昨日から使ってます悪くない悪くないあのまず良くなったのがやっぱり画面ですねスクリーンスクリーンが綺麗になりましたなのでなんか今日はねのりこさんとあのレコーディングしたんですけど のりこさんと話すときは Zoom でほとんどあの音声だけオーディオオンリーで撮るんですけど最初だけねちょっとね挨拶するんですよねあのどうもどうものりこさんねでその時のりこさんがいつもよりもこうクリアに見えましたねあとはそうです生徒さんたちもね少しクリアに見えますね あとはカメラはまあ少しいいらしいですけどそれはよくわからない自分ではよくわからないですあとねあのウェブブラウジング、ね、インターネット普通にあの g メールとか使うときに早いですねピピーン、ね、すぐに出てくるあと最初のねあのスタートも早いですねうんすべてが速くなったあ,あとねスピーカーがいい 音楽を聞くとあの全然違いますね前のあ MacBook Air はちょっとスピーカーが悪かったんですねなんかこうちょっと安い音でもこれは悪くないですね本当に悪くないうんいいですねあとはアプリケーションとか同じものを使ってるので特に差はないですよね今これを撮っているガレージバンドもまあ Skype やサファリ、グー g o o g l e Chrome ピクチャーとかミュージックなんか全然変わらないですだけどなんかまあそうですねまあ一つ言えば2021年新しい年が始まって新しいコンピューターを使っているというのはなんとなくいい気持ちですねまああと5年まあできれば6年ぐらい使いたいけどそしたらねまあ5年にしますか ちょうど2021年買ったので次は2 0 2十あ違うのあそう千二十6年のお正月ぐらいに買いますかね次のコンピューターをねその頃にあの世界はあの今よりも随分良くなっているでしょうかちょっと悪いニュースがまだねまた2021年も続いてますけど あのいいことが必ずあるあのいいことはあるんです毎日あるんですいいことがたくさんだけどあの悪いニュースのインパクトが強すぎてそういういいことに気が付かないですよねでも気づいてるからね,ね僕は気づいてますよいいことがたくさんあるということに気づいてるからね,ねこの「気づいてるからね」このフレーズは僕の子供が最近よく使うんですよね あのなんか子供がねなんかこう <laughs> 子供がなんかこうテレビを見てる時とかに僕はあの子供のね後ろに行ってねあのちょっとこう何も動かないと子供がね僕の方を向いてね「気づいてるからね」って言うんですよね。「あのパピ」「パピ」パピのことパピが後ろにいることは「気づいてるからね」。このからねっていいう言い方がなんか いいでですよねね多分誰かが言ってたんでしょう、ね、保育園で誰か他の子供がね気づいてるよ気づいてるからね,ねなんで僕もよく最近使うようになってしまいましたもうとうとう子供から日本語を教えてもらうようになってしまったというね嬉しいですねこれはねというわけで僕は悪いニュースだちじゃなくていいニュースにもね気づいてるからね今年は。 あのー、いいことにもっと気が付く、ね、そういう年になるといいですね悪いことばかり見てないでやっぱりいいことにも気づける人間でいたいと思います。それではまた皆さんチャウチャウアスタレゴまたねまたねまたね